ます。あなたの両手を切り落として私の腰に巻きつければあなたはもう二度と他の女を抱けないよ。あなたの待って、こいつが当てんで。
あ、聞こえる？聞こえる？あ、あ、あ、聞こえるかな？聞こえる？改めまして、川西なつきです。今日はありがとうございます。ありがとう。初めての河川敷ライブ、こんなにたくさんの人がね集まってもらえると思ってなかったんで、今日は最後まで楽しんでいってもらえたら嬉しいなと思います。ありがとう。あのブルーシート、レチャーシートみたいなのもあるから、座りたいよって人はもうぜひ座ってください。まだ半分ぐらい空いてるから、1時間だって見てるのきついと思うから、よかったら座ってくださいね。みんなそんな遠慮してんと座ってな。座りにくいかな。よし、ありがとう、ありがとう。いきなりやねんけど、私の曲知ってるよって人。ありがとう、ありがとう、ありがとう。聞いてくれてるみんな、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。逆にね、手挙げてなかったみんなに私の曲聞いてほしくて、私のね音楽聞いてほしくて、歌手になりたくて、路上ライブやってるっていうのを今日伝えに来たんで、一曲でも今日川西なつきの曲好きやなって思わせるから、一曲でも好きな曲あったら帰り道プレイリストに追加してくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとう。ということでね、今10曲オリジナル曲あんねんけど、一曲でも好きになってもらえたらって思ってプレイリストに追加してもらえたらって言ったやんか。もう真っ先にプレイリストに追加したくなるような曲を一曲歌いたいと思います。お、ありがとう。じゃあ私の曲でプレイリストという曲を聴いてください。今日もこのプレイリスト、夜中に聴きたくなるんだよね。一人揺られる終電で思わず口ずさんでた。ランラン、このプレイリスト、あなたと聞きたくなるんだよね。一人歩いてる夜道で思わず目を閉じた。ランラン、ランランラン、ラン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 。気づけばあなたの好きな曲、 What you wanna do, what you wanna do。 気づけば What you wanna do? 気づけばあなたの好きな曲でいっぱいのプレイリスト。音の海に飲まれてく一人の夜道。ありがとう。音生きてる？生きてる？ありがとう、なついてくれたな。今日もこのプレイリスト、夜中に聞きたくなるんだよね。二人揺られる終電で思わず口ずさんでた。ランラン、ランランラン、ラン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 。今日もこのプレイリスト、あなたと聞きたくなるんだよね。二人歩いてる夜道で自然と手をつないだ。ラン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 、ラン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 。気づけば私の好きな曲、 What you wanna do, what you wanna do。 気づけばあなたも好きな曲、What you wanna do? 気づけばあなたの好きな曲でいっぱいのプレイリスト。音の海に飲まれてく二人の夜道。ありがとう。オリジナル曲でプレイリストという曲でした。 Apple Music、Spotify、LINE Music、 どれでも聴けるんで、よかったら今日の帰りにプレイリストに追加してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。なんか戦時期いいな、ゆったりしてていいな。いつもはな、車の音とかがさ、やっぱり
バーンってなってんねや。語彙力は大丈夫？大丈夫かな？大丈夫。そう、電車の音とかガーとかなったりな。今日は野球の声っていう、いいな。日曜日感あっていいよな。よっしゃ、ありがとうみんな。ということで、ここでね、SNS 見てくれてる人は分かると思うねんけど、リクエストを聞いて答えるっていうやつをやってましてめっちゃいい反応してくれる、さっきから。ありがとう。なんかそこでいいの？ブルーシートじゃなくていいの？めっちゃ草ついてるけど大丈夫。大丈夫。ここがいい。ありがとう。ありがとう。手挙げてもらって、じゃんけんしようかなと思います。よっしゃ。じゃあ、今日私にリクエストする曲あるよって人。ありがとうございます。ありがとう。後ろの方もありがとう。じゃあ、ちょっとじゃんけんをしようかなと思います。ジャンボじゃんけんって私は言ってんねんけど、ジャンボじゃんけんしますね。私に勝った人だけ手挙げておいてください。いきます。最初はグー、じゃんけん、はい。よっしゃー。え、チョキの人、なんかさ、今日うちめっちゃ強いねん、じゃんけん。強いよな、今日な。強いよな。いつも強い。いつも強い。あ、私じゃんけん強いみたいで知らんけど、強かったらあかんねんけどな、これ。よし、じゃあ次、もう一回いきます。最初はグー、じゃんけん、はい。またチョキの人か。チョキの人、え、チョキの人いる？一人勝ちじゃん。一人勝ち、草だらけの子が一人勝ちになりました。ありがとう、草命かけてじゃんけんしてくれて。よし、でこれで歌えへんかったら死んだうちかな。いきますよ、どうぞ。ミスターチルドレンの、うん、あ、いける。ミスチルの360。これ河川敷やからな、こんな、なんか分かるけどさ、これ道路でやったらやばいからってな。河川敷やからよかった。ミスチル激アツ。よし、じゃあちょっと探すわ。365日な。365日やったっけ。よっしゃ、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、ここでやりますってやってへんよな、うち今日。ここで歌いますって見せても分からへんかな、こんな。一応やっとこうかな。やばい、忘れてた。みんな、イエーイって言ってくれる？すぐな、こっちからやるから。イエーイって言ってな。こう行くわ、こう。行きますね。行きます。どこから打つと分かりやすいんやろ。この辺？この辺から。こっから行くわ。行きます。せーの。イエーイ。よし、これ乗せとこう。いつも手ぶれやばくてさ、マジごめん。ここで歌います。あかんって、なんでやねん。よっしゃ。ここで歌いますとかってわかるかな。とりあえずあげるわ。よし、名前聞いてもいい？ルリ？ルリ？ルリ君。よしきで。よし。ルリ君な。オッケーオッケー。ちなみに今日フーズフーズフェスから来てくれたよって人、ありがとう、ありがとう、いっぱいいてる、ありがとう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 。よし、ちょっとアップロードするまで待って。この間にちょっとオリジナル曲検索してくれてますんで。いいよ、ありがとう。みんな映ってるかな、ちゃんと。よし、OK。 じゃあルリ君のリクエストでミスチルの365日を歌います。君
をめぐる抑えようのない思いがここにあんだ。耳を塞いでも鳴り響いてる君が好き。分かっている馬鹿げている。でもどうしようもない。目覚めた瞬間からまた夢の中。もうずっと君の夢を見てんだ。同じ気持ちでいてくれたらいいな。ちょっと低いわ。旅まで待ってみんな。歌ってみんな。365日の言葉もたぬらぶれた。取り留めなくただ君を書き連ねる。明かりを灯し続けよう。心の中のキャンドルにふーっと風が吹いても消えたりし。よし、一番だけするわ。ありがとう、ありがとうございました。ちょっとキー上げたバージョン探しとくな。ありがとう、ありがとう。今日風やばいよな、ガチで。あの、たまに髪の毛がさ、ベートーベンみたいになると思うねんけど、許して、許してほしい。いいよ、ありがとう。よっしゃ、じゃあ次でもう一曲だけこの時間、このタイミングでリクエスト聞こうかな。リクエストある人、ありがとう。もうなんか触ってくれる人ほぼ全員ちゃうってから、やばいんやけど今日どうしたらいいんやろ。踏んどいたらいいん。いきまーす、じゃんけん。いいよ、いくで。最初はグー、じゃんけん、はい。今日ほんまに強いわ、グーの人。グーの人、クソまみれやねんけど。大丈夫？行くで。最初はグー、じゃんけん、はい。チョキの人、ありがとう、ありがとう。チョキ、オッケー。もう一回やるわ、違う。行きます。最初はグー、じゃんけん、はい。チョキの人、一人勝ち、ありがとう、ありがとう。一人の夜、一人の夜、ありがとう。あ、ありがとう。一人の夜で、わーってくれた。みんなありがとう。あの、私のオリジナル曲、いい感じの日差し来たんだよこれ。ちょっと曲流そう。みことちゃん、ちょっと待ってよ、曲流そう。一人の夜って私のオリジナル曲がねあるんですけど、さっき言ってた10曲の中にこの1曲があって、あの10代最後に作ったオリジナル曲がこの曲になってます。なんか大人と子供の境目でちょっとしんどいこととかあったり、なんて言ったらいいんやろ、なんか悩むことっていっぱいあるやんか、若い時ってさ。大人になってないかもと分からんねんけど、いっぱい悩むこと今あると思うねんけど、なんか一人じゃないんやなって今はこの曲思いながら、今はこの曲聴きながら一人じゃないんやなって思うようになった曲です。だからみんなもこの曲聴いて一人じゃないんやなって思ってもらえたら嬉しいです。辛い夜とか苦しい夜とか悩みがある夜にこの曲を聴いてもらえたら嬉しいなと思います。じゃあ歌います。なんか多分ボールが草の中に入ったんやろうなっていう感じの探してるけど、歌いますね。一人の夜というオリジナル曲です。音量のバランスがマジで分からん。どんな人になりたい。頭の中いろんな人が浮かぶけど、
こんな人になりたい。きっとそれは見つからなくてもいいよね。だだっ広いこの世界で、真っ白い旗を掲げる。少しずつ描かれてきた地図握りしめ、目の前のこの道を進む。僕らは大人と子供の境目を生きてる。時に背伸びしたくなる日もあるけど、僕らは大人と子供の曖昧な瞬間をどれだけもがいてあがいて進めるだろう。どれだけ大切なものを見つけられるだろう。どんな人でありたい。頭の中いろんな理想が浮かぶけど、こんな人でありたい。きっとそれは自分でわかってるはずだよね。だだっ広いこの世界で、真っ白い旗を掲げる。少しずつ描かれてきた地図握りしめ、目の前のこの道を進む。僕らは大人と子供の境目を生きてる。時に信じることが怖くなるけど、僕らは大人と子供の曖昧な瞬間をどれだけもがいてあがいて進めるだろう。どれだけ大切なものに助けられるだろう。いつか話したことがあったよね。僕の未来予想図の一部を叶えてみせるからなんて、少し嬉しそうな顔したよね。幕開けしたところだから、離れないで見ててよ。悔しい苦しい楽しい一人の夜。僕らは大人と子供の境目を生きてる。時に背伸びしたくなる日もあるけど、僕らは大人と子供の曖昧な瞬間をどれだけもがいてあがいて進めるだろう。出会えた人にありがとう、背中押してくれてありがとう。一人では一人ではここに立っていなくて、見つけてくれてありがとう。歌を歌える今日にありがとう。これからはこれからは私が背中を押すから。
リジナル曲で一人の夜という曲でした。ありがとうございます。ありがとう。オリジナル曲をリクエストしてもらえるっていうのは嬉しいよ。流しとこ。ちょ、なんか無理やったっけ。それぐらいがいいな。よっしゃ。これもちなみにオリジナル曲だけどな。よっしゃ。ちょっと次盛り上がる曲どうかな。あのリクエスト曲の時にオリジナル曲をリクエストしてありがとう。ほんまにリクエストしてもらっちゃったんで、ちょっとオリジナル曲をね今日はいっぱい歌いたいと思います。ちょっと風でさ、これ倒れへんやん。ちょっとマジどうしたらいい。これで行こう、これで行こう。よっしゃよっしゃ。みんなオリオン座って見たことある？ある？あるよな。ある人。オリオン座昨日見た。昨日めっちゃ強かったよな。それはな、うちも見た。オリオン座見たことない人なんかいいと思うねんけど、あの今ちょうど2月やからさ、オリオン座よく見えると思うねんけど、今日はどうやろう。今日はちょっと曇ってるからあんま見えへんかもしれないんだけど、オリオン座が砂時計に見えて作った曲があって、ありがとう。あのよかった、手拍子しながら聴いてもらいたいんだけど、この曲だけまだリリースしてなくて、ありがとう。リリースしてなくて、ライブで歌うのも2回目くらいやねんけど、ちょっと歌いたいと思います。砂時計座という曲です。手拍子よかったらお願いします。ありがとう。現在に君と時にあげた空は去りたい。繋ぐ手と体温が心地いいからこのまま窓越しに君の顔が映る。見慣れた冬のアワーグラス、その裏側まで連れてってよ。夢が覚める前に砂時計みたいな恋でも終わりがあるとしてても、今夜は忘れて地味でさ、不透明な関係のまま。惹かれてた君のその見つめる瞳がずるくて、その笑顔も笑い声もどっかの誰かのものなら渡しくれてもいいでしょう。見慣れた冬のアワーグラスだけは裏側まで連れてってよ。夢が覚める前に砂時計みたいな恋でも終わりがあるとしてても、今夜は忘れて地味でそう、不透明な関係のまま。砂時計みたいな恋でも終わりがあるとしてても、忘れないでよ地味でそう、不確かな約束のまま。よかった、オリオン座見たら川西さん好き砂時計の歌を歌ってたなって思い出してみてください。お願いします。ありがとう。しゃ、これもう一回リクエスト聞こうかな。
これマジで倒れへんわ、ごめんなさい。よし、ちょっと新しいことしていい？大阪ではまだしてないんだけど、前髪絶対やばい今。許して許してな。あのみんなもっと近づいてな、遠い人とか寂しいから近づいてな。みんなが一歩ずつ近づけばちょっとキュッてなるから、ぜひ。ありがとう、ありがとう、2、3歩近づいてくれてありがとう。よっしゃ、リクエスト曲やねんけど、今日ちなみに一人で来たよって人どれぐらい、あーめっちゃいてる、ありがとう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 。あの路上ライブに一人で来るってめちゃめちゃ勇気いることやと思ってて、私自分であんまり路上ライブ一人で行ったことないんちゃうかな。路上ライブ結構勇気いるよな。駅前さ、駅前とかやったら私もこの河川敷にさ一人で行こうって思ってくれるっていうのがマジでほんまに嬉しいなって思ってて、で路上ライブとかライブハウスでのライブとか、あの誰か友達とかがいてたら一緒に行こうってなる友達とかがやっぱり出たら行きやすいかなとか楽しいかなって思って、今から、ちょっぴり横の人に、あの、はじめましてみたいな、はじめましてみたいな、これ一回東京でやってみてんけど、はじめましてみたいなやってもらって、一人で来てる子同士でもいいし、一人で来てる子同士じゃなくてももちろんいいから、4か5人ぐらいでグループみたいになってリクエスト曲をな作ってほしい。ちなみにリクエストある人、リクエストがある人、あ、この手挙げてくれてる人をチラチラって見ながらちょっと喋りかけてもらえたりしたら嬉しいな。恥ずかしいよって人は全然もちろん、でもあのチームになったら絶対楽しいと思うからぜひ。私だから40分まで黙っとくからよろしくお願いします。お願いします。